い、どうもー、およそ二条店の西宮です。田島です。中橋です。レモンです。今日の企画は、はい、今日の企画は、はい、この今白マスクで座ってくれてるマハルくんに日清ヘアをセットさせていただきたいと思います。イエーイ、はい、日清マハルが日清ですね。マハル君はトリプル A の日清に憧れてるみたいで、日清に近づけようと思ってカバーの方させていただいて、次はセットで日清に近づけようってことで今回企画の方をさせていただくんですけど、行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。レディーゴー。はい、じゃあこれからドライヤーでセットをしていきたいと思うんですけど、こちらいつもの定番の B1 の洗い流さないトリートメントのミストタイプの方と、こちらが B5 の一人タイプの洗い流さないトリートメントのミルクタイプ使って、今からドライヤーの方で乾かしていきたいと思います。ドライヤーのコツなんですけど、トップの部分しっかりボリューム感を出さないとセットした時にどうしてもしなってなってしまうんで、しっかり横から風を当ててあげて持ち上げるっていう操作をしっかりしていくことが結構セットの中では重要っていうのと、自分の流したい方向に決めてあげて、流したい方向に向かってちゃんとドライヤーを当ててあげてセットのしやすさを変えていくっていうのもポイントになってきますね。ある程度カールドライをした状態からドライヤーをしてあげると一番ベストになってくれるんで、ダメージが進んでる子は水分多く吸収しちゃうんで、カールドライしてあげてからドライヤーしてあげてください。次にアイロンで波打ちをしていきたいと思います。はい、どうも。何してるんですか。今は日清風ヘアセットの方をさせていただいてます。日清になりたいんやな。してくれるらしいな。それまず俺みたいな顔にならなあかんよ。それも BGM はまあでもね、まあ、はるくんこの間実家帰ったみたいで、石川の家族みんな見てくれてるみたいで、ほんまにお前もっと生きようって言われたらしいです。ほんまに多分これも見てますか。本場のスパイスぶちまけろやってみたいな、ほんまに言われたみたいなんでね、もっと弾けなあかんちゃう。いや、まあそうですね、徐々に弾けていこうかなみたいな。そのまんまか皆さんも実家帰ってましたもんね。そうですね、ちょっと実家の方に。コロンビアやったっけ、なじゃん。いやー、コロンビアじゃなくて、全然チーバくんですね。全然チーバくんの方に帰ってたんですけど。全然チーバくん。みなちゃん、お土産は。あ、ですね、お土産の方は、今は後ほど。ずっとくれへん。ずっと買ってない。マハルが買ってきてくれたのにな。なんか意味わからんスナック菓子。告知するじゃん、マハルが。ああ、いいっすね。今回マハルが実家に帰って買ってきてくれたお土産こちらになってます。まずポテトチップス石川の味。何味やねん。で、問題がこれですよ。白エビビーバー。何？どういうお菓子？ビーバーなんかエビなんか白いんか茶色いし、何？これ有名な、石川で有名なの？有名っすよ。あの八村塁選手がね。うん、俺ちょっと似てるやつだよ。バスケ部なの。そうですね。バスケ部っていうね。バスケの。まあまあすごいじゃん。がなんかこう美味しいって絶賛してたらしい。マジで？はい。ルイ八村が？はい。嘘だね。いや本当っすよ。僕の親父が。言ってましたね。じゃあこれ見てはんな、多分。そうですね。美味しくいただきました。ありがとうございます。すごい美味しかったんで。はい。感じでアイロンを通し終わったので、次にセットをしていきたいんですけど、このマハルくんの髪の毛の質とダメージ具合プラス結構濡れ感が欲しいスタイルになってるので、今回は髪の毛の柔らかい人でも使えるコルドのワックスと GH のグロス H ミルクの方を混ぜて使っていきたいと思います。はい、まあ、本当にコルドは柔らかめのワックスになって、 GH ミルクの方が結構トロトロの、もう垂れるぐらいの、はい、トロトロ具合になってます。で、この GH ミルク入れることで結構ツヤ感のあるスタイルになります。プラス結構アイロンしてるんで束感とか動きをしっかり出してあげたいので、そのためにコールドを使ってあげてセットしていきたいと思います。
はい、って感じでセットの方終わりましたので、はい、こちらが完成形となります。おこれであなたも日清スタイル完璧です。はい、って感じで皆さん、またの動画で会いましょう。バイバイ。